こんにちは。今日はちょっと趣向を変えて、私たちのリアルクローズの会社フォトスタイリングジャパンをの日常をレポしていきたいと思います。東京のね、自由が丘でスタジオをやってるのが私たちのリアルクローズのチームなんですけども、こんな感じでコンクリートの打ちっぱなしの中で、はい、どうぞどうぞどうぞ、嬉しい嬉しい嬉しい。まず廊下があってっていう感じですね。オブジェを入れて、でこれ動いてんのって言って言われるんですけど、真ん中だけ動いてます。真ん中だけ、あと左右は飾り。まずメインの、まずメインのスタジオに行きまして、でここで今いろいろ撮影してるって感じですね。普段の皆さんにお伝えしてるリアルクローズのブログなんかもそうですし、それからもともと広告系の仕事をしてるので、でその辺の制作関係もここです。すごい広い。こんな感じでやってます。で、ここ特徴があって、このスタジオ何かっていうと、後ろが全面的にに鏡なんです。じゃん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 、こんな感じで鏡で。そうカメラマンさんが映っちゃう。でガラス張りになっている写真スタジオってね、ちょっと珍しいかもしれないですけど、そう私たちポージングしながら皆さんにね、素敵にみんなにお洋服見せられるようにっていうところで、自分たちのポーズを確認できるってところでね、最初はちっちゃいのにしてたんですけど、なんかなかなか見えないのでっていうところで大きいのにしちゃいました。やっと普通になった。3年のワンピース買ったんですか？去年のノースリーブの。あー、お願いします。そうそう、それと私スタジオ作るときに結構コンパクトにいろいろしたくて、こういう風にこんな感じで打ち合わせをこのこれが全部閉まるようになってて、写真でこんな感じなんですけど、閉まって向こう側で打ち合わせする。こういうふうに何かこっちで撮影してても向こう側で打ち合わせができるような、オリバーガール系を結構ずっと集めてる。なんでこれ床に放置されちゃうかっていうと、みんなが撮影で使って、であちこち外して外してて、場所決めてても結局外れて勝手に動かされてる。でかすぎるんじゃないかぐらいです。ここすっごい、これすっごい、ここもうね、ちょっともう大きいのはいいんだけど、この下がすごいオーバースペック、すごいもう強力に。これね、選んでくれたのはね、事務局払うので、ね、そう、こう倒れたりしたらあかんねーって言って、普通体育館ぐらいの広さよみたいなんだけど、こんなうちみたいな小さいところで使うことになってね。まあでもね、すごいこれね、可動式だって便利。ここが、はい、事務のところです。今何やる？自分だったらどれをしたいかなっていうのを商品を生地分担、分担誰が何か買う。結構たくさんあるってなります。そうですね。ダンボールいっぱいありましたね。やっぱ色が可愛い今回。ね。ピンクとか可愛い。ね、うん。グリーンとかね。ね、なんかいい感じ。チコさんは何してるんですか？はい。あ、はい。私は膨大な写真を今、選別して、一覧にまとめてます。結構な量あるんだね。かなりの量があります。この中から1枚選んで。いろいろとまとめてます。すごいなんかリアルになんか現実を突きつけられる感じが。突きつけ、毎回が来た来た来たって感じですね。もう事務局のね、事務局長のね。あとはちょっと違う、異色に違う仕事。違う仕事してます。細かい。季節にもなんかブラウス的な。今日はお気に入り、ちょっと今日はお気に入り。今日のお気に入り。なんかこれサイズ違いじゃない？2個ある。そうだよね。パソコン使うときは大きいやつで、普段はちっちゃいやつ。こっちはこんな感じで、ストックしてる部屋なんですよね。こうもう春夏秋冬いろんな靴があるっていう感じ。この辺はビフォーアイテム。やっぱビフォーもね、やっぱ分かりやすいようにっていうので、そういうのでので集めたりしてるかな。これ何っていう感じなんですけど、こういうのって私たち写真のスタジオやってるっていうのもあって、下地に使うのすごく大事なので、こんなちょっと古いので何に使うの状態なんですけど、こんなのもめちゃくちゃ大事。アクセサリーがみんなで共有できるように入ってる感じなんです。そう、やっぱりそうで、私たちってアクセサリーとかバッグとかもめちゃくちゃ共有型の人たちなので、こういう形で、みんなで使い回すって感じですね。
あのもちろん撮影の時もそうだし、まあ、日常的にもここから持ってって好きに使ってみたいな感じ。あのアクセサリーなんかもこうやってほらこういう感じでね、ストックされてる感じで、ね、これ誰かが使ってる。だからかな。でなんでここに物をしまったことを挑戦してるんですけど、こういう形でみんなで共有してる感じですね、うん、これなんか最近の最近みんなでゲットしてるっていう。でセリーヌの新作だったりとかよく出てくるのがこれですよね。これもう使いまくってるっていうこのミチノっていうブランドですね。これもよく登場する。これはねあのオリジナルで刻印してもらってるので、これは世界に1個しかない。